縄から、又吉恭平さんをお迎えしております、こちらはですね、市博物館奨励賞というのを今日贈呈するんですけれども、又吉恭平さんはですね、こちらからすると若干31歳非常にお若い、それで現在はですね沖縄の呼吸沖縄の言葉で空調というそうですけど、それの、非常に著名な演奏家として活躍しています、沖縄 の那覇周囲の近くに浦添市、浦添市も非常に古いそこの中西獅子舞保存会というところで20年以上、地方で三線をおやりになってきて、その発展系で、呼吸もされておいてです、それでは、まずその、症状の贈呈を行います。獅子博物館奨励賞又吉恭平様、あなたは沖縄県浦添市の中西獅子舞保存会の地方として20年以上携わる傍ら、同獅子舞の研究を皮切りに沖縄の獅子舞の全容に迫る研究を進め、その成果を沖縄獅子舞講座として YouTube で発信しています。その内容は極めて充実しており、各地の獅子舞研究の良い手本となるものです。また琉球古典音楽の貴重な呼吸演奏家として、本年5月の国と沖縄県の公式行事復帰50周年記念式典の琉球芸能記念公演に唯一の呼吸奏者として参加するなど、その活躍は目覚ましいものがあります。加えて琉球王朝の埋もれた歴史や琉球の伝統音楽、舞踊の真髄に迫ろうとする探究心は、Facebook で次々と発表なされる句を無実に現れています。よってこれを称えるとともに、今後のさらなる展開を見て、ここに獅子博物館奨励賞を贈呈します。平和4年11月から獅子博物館の資料一。海西不数用中華なびら万年又吉恭平に長銀中や内南からチャービタン、民主庁という神見シェブリ要塞ということでございましてどうも本日はお越しくださいまして誠にありがとうございます、南の島沖縄から参りました又吉恭平と申します。今回は、こういった、栄誉ある賞をいただきまして、誠にありがたく存じます。高橋先生とはですね、7年前
私がまだ大学院の、修士だった頃に、修士論文で沖縄の獅子舞を扱うにあたり、やはりあの全国の獅子舞についてもっと学びたいというところから先生の方に、あの先生のお宅の方に伺ってですね、まあ、宿泊も数日させていただいて、そこで、まあ論文の、非常にですね材料になるものをいろいろ提供していただいたというところからのご縁でございます。また第1回目の、あちら獅子舞フェスティバルでしたかね、その時は、はい、にも、参加させていただきまして、全国各地のですね、さまざまな形態の獅子舞を、見せていただいたことは、今でもですね私の、大きな財産となっております。はい、一応ですね、今回はYouTube で獅子舞講座ということで、沖縄県の宜野座村というところにありますガラマンホールさんというところがですね企画してくださったYouTube の獅子舞講座の方を全5回ということでさせていただいたところですね、先生から、ご意見賞もいただけて大変ありがたく思っております。またですね、私の方が、実はもともとが琉球古典音楽と申しまして、まあ、かつて沖縄は首里城を中心とした王国ですね、琉球王国というのがございました。その王国の中で、築き上げられた琉球古典音楽という、ジャンルがあるんですけども、そちらの方をですね沖縄県立芸大の方で学ばせていただきまして、それから今社会人にもなっておりますが、まあたびたびですね演奏させていただく機会がございまして、今日は、その音楽もですね、ぜひ皆様にも知っていただきたいということで、この後数曲ばかり演奏させていただきますので、ご清聴いただければと思います。ありがとうございます。それでは又吉さんにはですね、今からただ今から演奏の準備を開始していただきます。三振とそれから呼吸と両方2種類の演奏をしてくださいます。せっかくですから、またとない機会ですので、たっぷり演奏していただこうかと考えております。それではですね、皆様にはこれから、沖縄の方に伝わりますですね、音楽の、方ですね、聴いていただきたいと思います。ただ今回獅子舞フェスティバルというところもありますので、まあ、獅子舞に関する曲からですねまずお届けして、本日はちょっと獅子舞の方がおりませんので想像していただければと思うんですけども、ご披露できればと思っております。まず、まあ、沖縄の獅子舞といいますのはですね、まあまあ、北は、伊平屋伊是名島というのがあります、沖縄県ですね。それから一番南に与那国島という、島がありまして、その、北から南を距離的に言いますと大体本州ぐらいの距離はあると言われてますので、まあ、意外と広いといいますか距離がある、沖縄県なんですけども、その中でですね、獅子舞といいますのは、約150集落、198頭ですねが、まあ、伝承されていると、なっております。まあ、その中で、まあ、使われる曲でですね、特に沖縄本島の方で、弾かれる、というところ、まあ沖縄の場合獅子舞に結構三線がつく、ケースが多いですので、まあ、その中で歌われている曲の中で、まあ、松本節というのがありますので、まずはその曲からお届けしたいと思います。お願いします。
松本節でございました。ありがとうございます。皆様もよくご存知と思いますが、こちらの楽器がですね、沖縄を代表する楽器の三線という楽器でございます。木はですね、黒檀という木が使われておりまして、でここの胴ですね、蛇の皮が張っておりますが、皆さんにクイズですが、こちら何の皮かご存知ですか？分かる方いますか？蛇、はい、何の蛇でしょうか？はい、正解でございます。よくですね、ハブの皮とか言われるんですが、ハブは開けてもこれぐらいしかなりませんので、皮が張れません。なのでこれ錦エビです。大体、インドネシアとかベトナムあたりで、取れた錦エビ6メーター7メーターぐらいのエビを、まあ、こうやって張っておりますので、雑学として覚えていただければと思います。これが、三線でございます。では、続きまして、また獅子舞の中からですね、沖縄の獅子舞の中、時折なんですが、猿が出てくる、というところがありまして、まあ、その猿が出てくる際に演奏される曲でですね、大岩クルチというのがございます。まあ、クルチといいますのは、九州から伝わってきたクドキという、ですね、歌謡、七五調の歌謡が沖縄に伝わってクルチというふうになったと言われておりますので、少し、まあ、地形的にはこちらと近いのかなと思いますが、まあ、その曲もですね、聴いていただければと思います。大岩クルチでございます。私の専門としている楽器でございますけれども、こちらがですね、沖縄に伝わります空調という楽器ですね。まあ、こちら、呼吸という楽器が邦楽とかでは使われるんですけど、まあ、その同類の楽器と、なっております。まあ、沖縄の場合は先ほどの三線と同じように錦蛇の皮を張って、おりましてですね、演奏するというところでありますけれども、こちらの呼吸の場合は、まあ、弓と、弓が感じにあるんですが、まあ、弓を使って弾くというところがあります。まあ、そういった違いがあるんですが、主にですね、この楽器はあまり、主になるものではなくて、歌を追っかけるような形で演奏されることが多いんですが、まあ、最近はちょっと、そういった独奏でやるといった機会もですね、増えてきたというところもありますので、今日はちょっと2曲ばかりですね。1曲は皆様もご存知と思いますが、まあ、ちょっとヤシの実という曲ですね。それをちょっと、演奏してみたいと思います。それから、2曲目は私の方がちょっと今年の2月に演奏会があった際にちょっと作った曲の中の、一つですね、神足火、もう足火という曲がありますが、その中のもう足火といって、かつては、沖縄では男女が仕事の後に集ってですね、遊んだと、三線を弾いてみんなで遊んだという、そういった風景があったといいますので、その風景をちょっと考えながら、想像しながらちょっと作ってみた曲がありますので、この2曲を、聴いていただければと思います。
はい、ありがとうございました。空調の、演奏の方を、聞いていただきました。ではですね、次はですね、まあ、古典音楽ではないんですけど、高橋先生からのリクエストがありまして、芭蕉布という曲をお届けしたいと思います。まあ、芭蕉布という曲ですね、まあ、海の青さに似て曲なんですけど、まあ、皆さんはもしかしたら、聞いたことがあるかもしれません。この曲はですね、沖縄を代表する作曲家の福原恒夫という、作曲家がおりまして、非常に沖縄の方では、民謡とかですね、そういった歌謡曲とかも全て作曲されるような、有名な方なんですけども、この先生がですね、残念ながらちょっと 先月ですね、ちょっと急逝されました。90歳でございましたけども、作曲60年、というところで活動されてましたが、惜しくも、先日、亡くなられたと、先月ですね、亡くなられたということでございます。まあ、今日はですね、まあ、そういったこともありまして、まあ、私も、わずかながら、まあ、5、6年というところで福原先生の方ですねからいろいろとご指導をいただく機会もありましたので、まあ、そういった意味から、まあ、ちょっとこちらではありますけど、追悼の意味も込めてですね、この芭蕉布という曲、お届けしたいと思います。皆さんもしですね、聞いたことがあるというところであれば、ぜひ一緒に歌っていただいて、まあ、口ずさんでいただければなと思いますので、3番までございますので、ぜひ皆様もよければ、お歌いください。よろしくお願いいたします。芭蕉布でございます。Oh.
私が演奏しますので、その際に、手をですねこうやって上げていただいて、で左右、女性は手パーなんですよ、で男性グーなんですね。でこの時こうするとちょっとあの何ですかね、あれなんですよ、少しまだだなって感じに沖縄の人にあれ思われますので、ぜひあのコツを教えます。あの手首から先行くと、それで僕なんです。こうです。こう手首から行きます。手首から行くと、はい、あのだいぶあのそれあのだいぶ達人に見えますので、手首からこう、こうですね。でこうなんかこうなるとあれなので、少しずらすとよりあのそれっぽくなりますので、ぜひ皆様ご協力いただければと思います。じゃあそのままあの私が弾くので。タンタ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 タン、そこそういうそんな感じで、あのぜひあのご協力を。じゃあ行きますよ。はい、では、等身同影という曲で、カチャーシーを行いますのでご協力お願いします。では行きます。三、はい。
さん、本当にありがとうございました。緊張するような曲から、にぎやかな曲まで目いっぱいやっていただきました。いや本当にありがとうございました。